沖縄県議会会派、沖縄自民の島袋大会派長は27日、うるま市石川への陸上自衛隊訓練場整備計画について、計画地周辺の住民が反対しているとして、防衛省に対して白紙撤回を求める考えを示した。同日の県議会一般質問の冒頭、所感として言及した。聞いてると、この計画の白紙撤回という意味合いが、あそこの訓練場を作るなということではなくて、まずこの計画 の、 その段最初の段階から地元に説明をしていきなさいという意味合いなのかなと思いますけど、これは皆さん方の取り方じゃないですか。要するに当初そういう計画があるんであれば、じゃあ我々になぜ説明ないんですかって話ですよね。我々がなぜわからないままで、我々がそういった方で賛成ですか反対ですかで問われないといけないんですかって話ですよ。しかとその辺も埋めも話も説明も聞いてない中、地域住民も聞いてない中、ここを丁寧にしなさいという主張が我々ですんで、そこはしっかりとそれ以上それ以下もなくですね、一旦ゼロベースに戻して、しっかりどういうべきにするべきか、どういった形でなぜここの位置になったかって含めても地域住民に説明するべきだろうということを思ってますから、そこは地元もそういう声を聞いているはずですんで、そこは丁寧に手順っていうのを踏んだ方がいいと。だからそこに場所に、作れ作る中という前にですね、しっかりとこれ白紙撤回という中でゼロベースにした中できちんと説明してやるべきだろうというのが我々今回の主張です。会長の方に、はい、どうぞ。うるま市地元ご選出だと思うんですけども、会長のもとに地元の皆さんから届いている懸念などはありましたら、ちょっとお聞かせ願えないかな。具体的にそうたくさんはありませんけれども、一部の皆さんからはやはり、住宅地域に近い、で教育施設の隣の近所にある、こういったところに本当に訓練場を作っていいんですかという問い合わせは若干ありました。でしかし、当局からの私たち、自民党あるいは会派沖縄自民党に対しても説明がありますので、詳しい判断ができない。だからこれはもう今回、去った17日に、木原防衛大臣にお願いした通りですね、元に戻して、そして、基本的に、コンセンサスが取れるような体制作りをしっかりやっていただきたい。で我々としては今やらなくちゃいけないことは何であるかということも会派でしっかりと議論してやってきたつもりであります。だから元に戻すということは白紙撤回するしかないと思いますけれども、まずはそれを要請し、そして地域に根ざした自衛隊活動ができることを心から願っております。ありがとうございます。はい、終わり。すいません、6月に県議選控えてまして、今回のこの、訓練場の整備については、県政与党の皆さん反対とおっしゃっていて、今日、幹事長の方から今日の発言があったんですけど、県議選についてはこの、陸自の訓練場の問題というのは争点になりうると思います。いや、それは分かりませんけれども、今そこで県議選の話が出るということは、近々に県議選があるってからということでの想定の話かもしれませんけれども、今実際聞いてない中でボンって来るって話になったら誰もがそういった形になるわけであってね、そこをさせないためにも話し合いっていうのが必要であって、説明を受けるっていうのが必要であって、そこを丁寧さを求める含めてしっかりとこの辺はやるべきことをやってないからこういった形になってるんでしょって話ですよ。だからここはきちんと丁寧にするべきだろうっていうのを主張を我々が言っている中でですね、我々は何らかの形で求めるためにはどういった形での、発信が必要かということを考えれば、そういったことをやらざるを得ないということになるでしょうということですよ。だからそこはそれなりに我々もしっかりと県民の皆さんのことを、地域の皆さんの方の声が届くことを聞けばですね、やっぱそうでしょうということに判断に至ったと思ってます。大臣さん、すみません、追加でゼロベースっていうお言葉がありましたけれども、その一方でなんですか、木原大臣はですね、もうその4月からそのゴルフ場のその土地の買収を進めていくも意向を示しているんですけれども、やっぱそのゼロベースでやっぱ地元の意見を丁寧にっていうことからすると、そういったその土地の買収とかっていうのは一旦ペンディングにして、もしやるのであればきっちりゼロからその計画を練り直してちゃんと地元に根回ししてやってほしいと、そういう意味での白紙撤回ということで、要は今のやり方に関しては
反対というスタンスっていうことでよろしいですよね。あの今のおっしゃったような話になりますと、要するに今の予算があるということも含めてね、この予算がどういう位置づけかっていうのも説明を受けてない中でですね、この予算っていうのは対政府のとこの皆さん方の議論になるはずですから、そこをどうこう我々がそれ以上それ以下っていう話を踏み込んで言うことはないと思ってますから、今求められているのは常に皆さん方の報道で今日はここ今日はこうなってる中でですね、根本的な柱となる省庁としてですね、どういうことを考えているかっていうのを全く我々は細かく聞いてもないんですから、そこはしっかりとやるときにはお互いみんなしっかりとゼロベース的な面での話し合いするべきじゃないですか、地域の皆さんが伝えるべきじゃないですかっていう話ですから、予算運っていうのは我々はここまではどうこう踏み込む必要はないと思ってますから、ここはしっかりやるべきことをやらないからこそ我々はそういうことで皆さん方に国政府に対して求めてるんだって、そこはしっかりと政府の方も考えるべきだろうとしか思っておりません。分かりました。訓練場そのものを整備することについては反対はされていない。訓練場の整備というのはどこですかって話ですよ。今いうカントリークラブですかどこですかっていう地域あるわけですから、そこを決めつけてこの地域に賛成反対という論調じゃないでしょう。どの場所に行くに関しても地域の合意形成が必要を求めて OK であればやるというのが筋であってね、そこをここで皆さん方の考えで我々言われても困りますし、我々は明確に今の現状というものは地域の合意形成がされてないんだからこそこういった形になるんだから、そこはしっかりと白紙撤回のゼロベースにしてしっかりと皆さん方のこの思いを伝えて地域の声も聞いて合致するのが当然だって、これは我々がどうこうというつもりはないですよ。あ、すみません、琉球新報ですけども、はい、すみません、用語の確認というか定義なんですけど、白紙撤回の意味っていうのはそこのゴルフ場にその防衛施設を作ること自体には反対はしないけども、まあ、この、今訓練場を作る時代っていうのはゼロベースで皆さん方の判定で、我々白紙撤回っていうのはまずゼロベースにして、そこで地域の皆さん方の合意を聞きながらどう判断するかであって、今の出したら決めつけで頭ごなしでここにするって話でしょ。それだったら納得しますかって話ですよ。だから我々はきちんと賛成反対含めてね、どうするのかっていうこの皆さん県民の皆さんの地域の皆さんのことを考えれば、まず一旦ゼロにして議論するのが当然でしょって話さ。どう見ても今の状況だったら決め打ちでここになるのですかって話ですから、そうじゃなくてきちんとゼロベースにした中で議論するべきだってことでありますから、我々以上はそれ以上、我々もそれ以上それ以下もないと思ってます。しっかりとそれは丁寧にするべきだと思ってます。断念とまでは表現では言えないけども白紙撤回ということです、ね、我々が断念性ということですか。断念性でまずその前に政府とこれからのスケジュールも含めてどんなふうに行くか聞いてないから、そこも含めて状況していろんな面でどういう考えなんですか実際はというのは聞くべきだろうと思っております。確認なんですけど、ゼロベースにちゃんと戻した上でそれでもやりたいんであれば、ちゃんと地元の合意形成を取ってからやってほしいっていうことですよね。まあ、常々言ってるのは地域の皆さん方も求めてるのはしっかりと説明してくれって話ですから、その地域の皆さんっていうのは説明を受けない限りしっかりとこの話、ね、対話をするっていう場を作ってもらえない限り、それ以上それ以下もない話ですから、ここはきちんとやるべきだっていうことは主張することだと我々は一致してます。分かりました。